昨日僕はお伺いした人ね、ご相談した人、旦那が女作って家飛び出して、でもじいちゃんばあちゃん、さらにその上のじいちゃんばあちゃんまで同居してるお家で、もうその奥さんが必死になって持ったけど、上は90代だよ、曽祖父よ、嫁ぎ先のだよ、もう江戸の安政年間までつながってるお家で、家系図見たらすごいお家で、もう本当に旦那が女つくて家出てたので、私ももうね、いよいよ我慢ならんから、もう家出ようと思ったらしいわ。だけど、もしも私がここで家出たら、このおばあちゃんたちはどうなるの？おばあちゃんはまたいい人らしいよ、またおじいちゃん、おばあちゃんがね。どうなるの？生きていけないかもしれない。で、そういった思いもあって、踏みとどまってるんですよ。なるほど。で、旦那は女を作ろうが、どうだろうが、家飛び出そうが、それで、みんな、お前のせいで俺が女できるんだろう。お前が悪いから俺がお前、女が、女の方に行くんだとか、全部奥さんのせいになっちゃうんだって。そういう男、おるんだろうね、やっぱな。世の中にいくらでもな。おい、いいな、それ。でもさ、奥さんもなんかこう、どっかこう、気弱なところがあって、そう言われりゃそうなのかなって。だから、早く帰ってきてほしいなってずっと思ってみるみたいで。なんかある時に、俺のラジオを聞かれた。指南町、随道指南町っていう番組を、たまたま聞かれた。で、はっと思うところがあって、もうすぐその足でお寺に見えたの。で、お話を聞いたら、今の話で、だから先祖供養が全然通ってないね、お宅は。で、どうなってるって聞いたら、全然やっぱり、おじいちゃんおばあちゃん毎日でっかいお仏壇のあるお家だわ。もう、一軒近いお家だ、広げたらね。おじいちゃんおばあちゃん毎日手をしてるから、でも手をしてるから生きても大丈夫ね。供養はね、僕が言うように的があって、的に当たらなければ供養する意味がない、手を合わせる意味がない、それが供養だということなんだけど、それはね、家系図をいっぺん作ってね、その先祖さんの供養をもっぺん見直した方がいいよ。で、家系図を作るのにはお金はいただかないので、ただし先祖供養をより やりやすい先祖供養の設計図とも言えるような、そういう家系図になるけどね。よかったら東本とかなんか一旦 お預かりさせていただければ、それを元にして作って一緒にお返しします。ただ、もうぜひよろしくお願いしますということなので、で昨日ね、家系図ができて、それを見ながら言ったら、もうすごい、本当にすごいお家です。元庄屋のうちで、ね、大金持ちだったんだけど。